手持ち郎様、大喜利のお時間です。まずはメンバーのご挨拶。本家大喜利には、政治に文句を言う回答があったりもしますが、私たち合成音声は、そういう発言は規約で禁止されている場合がございます。よかったですよ、下ネタに制限がなくて。キズナアカリです。どうも私の周りには、男女間のトラブルが多いように感じます。特に男が二股かけるんですね。全く節操がないというか、なんというか、大勢に対してアプローチするだなんて。あ、植物の精霊が言えたことじゃありませんでしたね。メイカ姫です。私昔は生放送をやってたんですが、ちょうど手術をした時期を境に、ボイロ動画に転向したんでございますね。医者に何かされたと睨んでいます。京町聖火です。我々こうして自由にやらせてもらってますから、毎度お付き合いいただいている皆さんには本当に感謝しております。せめてもの恩返しとして、コメントで提案された動画を作ることもあるんです。ラジオにシティーズスカイラインズ、いろいろやりましたね。ただ、今になって冷静に思い返すと、カラーバー実況って何だったんでしょうか。もっと答えるべきコメントがあった気がします。ことの葉あかねです。我々大喜利メンバー、毎度顔ぶれが変わります。これはよりたくさんの子に出番を回すためなんですが、固定メンバーの方がいいかなともちょっぴり考えてます。出ないとそのうち血迷って、あかりそうがここに座ることになりそうです。どっちがいいですかね？夏木かりんです。地を這い空を飛び、そのうち海にまで行っちゃいそうな座布団運びさん、どうぞ。神奈川、わぁ！さて第一問。牛丼屋には、早い、安い、うまいなんてキャッチフレーズがありますよね。商品の特徴を的確に表していると思います。そこで皆さんも、お題となる物事を挙げて、それを表す三拍子をお答えください。はい、聖火さん早かった。ボイロ社祭です。雨、国道、臨時休業。仕込みじゃないかってくらい寝てしまってるのに、明かりそう一枚あげて。かりんさん。スマホゲーです。ガチャ、課金、ガチャ。これも一枚あげましょう。あかねさん。お茶漬けの食べ方です。書き込む、電話が鳴る、無視する。あかりさん。あたくしキズナあかりです。顔よし、声よし、頭よし。はい、他に誰か。あかねさん。キズナあかりちゃんです。食べる、席を立つ、逃げる。こっちの方が一般認識だよ。一枚あげて。姫さん。弓道の動作です。弓を構える、矢を放つ、ずんだ餅ができる。今更だけどさ。無から生まれたずんだ餅って食べていいものなんだろうか。かりんさんどうぞ。我が家の動画です。まったり、適当、打ち切り。アクションなんですよね、面目ない。一枚あげて。聖火さん。ドラゴンボールのアニメです。おたけびをあげる。エネルギーを貯める。番組が終わる。聞いた話だと3週間くらいそれで話が進まないこともあったらしいね。はい、あかねさん。高級なお菓子を見た時の庶民の反応です。高い、きっとうまい、買わない。あかりさん。プロポーズした時の男性の様子です。好きだという、指輪を渡す、指輪だけ持ち去られる。あんまりだよ、そんなの。はい、2問目。マルチプレイ対応のゲームを遊んでいると、ノラのプレイヤーと一緒になることってありますよね。いい人なら歓迎でも、悪い人だと嫌なものです。そこで、一緒に組みたくないノラのプレイヤーとはどんな人か、昇天流にお答えください。かりんさん。オープンチャンネルのまま、恋人とのイチャイチャトークを垂れ流してるノラプレイヤー。あかねさん。慌てると素数を数えるノラのプレイヤー。聖火さん。
通話の向こうでお母さんに、いつまで遊んでるのって怒られてるのが聞こえてくるのはプレイヤー。あー、気まずいね。あかりさん。銀行強盗の方法で話が盛り上がるのらがプレイヤー。むしろあってみたいよ。一枚あげて。姫さん。一人用のゲームなのになぜか入ってくる野良プレイヤー。カリンさん。結婚を前提にフレンドになってくださいって言ってくる野良プレイヤー。重くて嫌だな。一枚あげて。あかりさん。職業が警察の野良プレイヤー。なんか思い当たる地があるんだろうね。はい、三問目。風が吹けば桶屋が儲かるなんて言いますよね。一見関係なさそうなことでも、思いもよらないところで影響を出すものです。そこで皆さんね、風が吹けば何が起こって何屋が儲かるかお答えいただきたい。はい、聖火さん。風が吹けば波が荒れて、船乗りが酔い止め求めて薬屋が儲かる。あかねさん。風が吹けば、向かい風でチャリンコ漕ぐのが大変で、電動自転車が売れて自転車屋が儲かる。姫さん。風が吹けばカツラが飛ばされてどっか行っちゃうから、ウィッグ売ってる店が儲かる。道股にカツラ落ちてるの嫌だな。一枚持ってって。あかりさん。風が吹けばスカートがめくれて、運転中の男がよそ見して塀に突っ込んで修理屋が儲かる。いくら見えそうでも脇見運転はいけませんよ。一枚あげて。カリンさん。風が吹けば電車が止まってタクシーが儲かる。そういう時に駅前のタクシーありがたいんだ。一枚あげて。あかねさん。風が吹けば目にゴミが入ってウインクしたのがきっかけで恋が始まって式場が儲かる。なんか薄っぺらい恋な気がするね。明かりそう一枚持ってって。聖火さん。風が吹けば葉っぱが飛ばされて、葉っぱ隊が全裸になって交番屋が儲かる。明かりそう一枚持ってって。明かりさん。風が吹けば体が冷えて、銭湯に寄ったついでに女湯覗く輩が出て、交番屋が儲かる。少しは犯罪から離れなさい。一枚取って。じゃあ次、綺麗なやつ綺麗なやつ。ほんと？はい、じゃああかりさん。風が吹けばタコがよく飛んで、電線に引っかかって停電が起きて、銀行のセキュリティが落ちて、あたくしが儲かる。一枚取って。あんたの綺麗を信じた私がバカだったよ。ということで警察の方、ここに犯人一人いますのでね。風が吹いても吹かなくても、どっつ構えに来てください。それでは大喜利この辺で、またいつか。